それではミスサンサ、サンサ太鼓連の皆様、よろしくお願いを申し上げます。皆様、こんにちは。本日は盛岡さんさ踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。私はミスさんさ踊りの芝さやかと申します。同じくミスさんさ踊りの佐藤杏奈と申します。同じくミスサンサ踊りの和田美奈美と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいまご披露いたしましたのは盛岡さんさ踊りの復興踊りという演目でございます。悪を追い払い、家の中に福が舞い込むようにとの願いが込められており、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日ご来場いただきました皆様にも福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました。
続いてご覧いただきますのは七夕くずしという演目でございます。七夕くずしは天の川を建て祭り、水に願いが届いて豊作となるようにという祈りが込められております。七夕くずしに続きまして、栄える夜の踊りと書きますエアサ踊りをご覧いただきます。盛岡三叉踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、盛岡三叉踊りが栄えるようにという思いを表しております。そして最後に披露させていただきます演目は、盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三叉踊りの基本踊りの代表的な一つ、十二拍子でございます。それでは引き続きご覧ください。